Thank you.
ダメだよ。 君がいてくれてよかった。 無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則にリチニに従っているのは
物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに。どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。ほう、では何者だい。今はまだ何者でもない、そんなところです。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね、窮地の中だ、信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だ。見かけによらずと思っただろう。まあ実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。でなきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失言失言。それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今おいしいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究及び回復処置を行っているが、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。神代のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。
今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、上城エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は上城の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である上城のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、上城が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあまたな。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。ほら、いつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんねよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で上城の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして上城も動くという。これは偶然か？いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合開けごまが適当か。Thank you.
ダメだよ。
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ答えて。ひょっとしてクレミ？そうですか。いえ、何でもありません。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたいだけです。
私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まします。待つしかないんです。今は見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？ん？この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも？え？この人、あなたに似てませんか？ひょっとしてご兄弟とか？そうですか。でも他人の空似にしては。それは誤解です。間違いです。神城もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋。リエ、見てるだけでドキドキしてきちゃう。あー、我慢できない。ツッツッツッ。岸辺様、仕事中ですので。あー、お堅いのね。岸辺理恵、背後のお出ましか。神城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用。そこを出なさい。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。ゆうこちゃん、お元気？リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとね。大好きなゆうこちゃんの顔が
突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。またユウコちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら辛いでしょ、いろいろ。別に。強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。ところで、こんなところで何してたのかな。いえ別に何も。ピクニック的な。はい。あ、いえ違います。その、ゆうこちゃんなんか変じゃない？私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして彼氏とか。そんなことそれとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とかやらしいんじゃなくて、あやしいん。出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉様がゆうこちゃんの保護者として責任を持って手取り足取り腰取り大人の階段をホップステップちゃん。なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんて、ゆうこちゃんくらいの時には、うふふそれじゃ、本命の彼の様子、覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたら、きっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人、どこへ？